なりの矢玉があれば良さそうだな。ドローンだ。サイクロプスの一部だな。データが手に入れば拠点のドームで再接続できるかも。どうすれば届くかな。この先にあるのが滅びの地か。おい、あれはもしや生ける始祖様だ。嘘ではなかったのか。ここが滅びの地か。アルバはどこだ。監察官の防廃にお連れするようことづかっております。さあこちらへ行け。今行くと伝えろ。あの方だ。預言者の言った通り。防廃様、見知らぬ者がやってきたようです。やはりアルバの言っていた通り、ソベックにウリ二つですな。アルバはいるのか。話がしたい。あなたの正体がはっきりするまでその申し出は受けられません。アルバの言う通り、生ける始祖なのか、はたまた始祖を偽った脅威か。脅威じゃない。遺跡ではお前の兵が警告もせずに私を撃ってきたんだ。
嘘をつくな異端者め。証人は全てお前が殺したのだろう。私は自分の身を守っただけだ。こちらにあらせられるはシーオ様。ほう、大いなる謎がお越しくださったか。それで暴輩、お前の予言は何者だ。実に謎めいております。姿形はソベックでも、我らのしきたりを知らぬとは。生ける始祖が我らの選ばれし帝国から海で隔たれたこの愚劣な大地で生まれた謎、信じられません。一体何のために。答えられるのは彼女のみ。注意なされよ、偽りは微塵も許されませぬ。答えなさい、あなたの目的は一体何です。テーベと呼ばれる場所を探している。そこに一体何があるのだ。アルバからお前の狙いも聞いているが、私も同じものを探しているんだ。世界を癒す方法を。やはり予想通りか。暴輩。偉大なるテーベ、あのテッドファロの秘密が眠る地は見つけました。目の前にあるが、その扉は閉じられたまま。機械の襲撃でテーベに近づけず、今は預言者アルバが発掘隊と共に待機しております。無事なのか。石膏によると機械の攻撃で身動きは取れぬが、なんとか持ちこたえているとのことです。機械か。手を貸せるかも。お強いお方だとアルバから聞いております。先にいくつか聞きたいことがある。できる限り答えて死んぜよ。お前はアルバの上官か。観察評議会の同輩が私を今回の遠征におけるデータ回収の監督役に選んだのです。で、お前がその責任者だな。責任者？なんと無礼な。このお方はクエン皇帝のご親族であられますぞ。偉大なるデルタの後継者であり、五世代ぶりに誕生せし C を。私が指導者だということさえこの者が理解すればよい。そしてこのテーベの秘密を手に入れるつもりだということもな。私もだ。ついてるな。テーベを見つけたのか。どうやって。滅びの地についてすぐ始祖が告げたのです。1年ほど前に預言者アルバが古のデータのかけらを見つけ、私が照合したところ、偉大なる地下宮殿に関する情報が詰め込まれていました。それはどこにある。この先、遺跡の奥にある偉大なピラミッドの下に。あいつ、ピラミッドには目がないからな。中には入ったのか。ああ、いいえ。今は問題が山積みで。問題は全て解決してみせよう。まずはテーベに戻ることからだ。アルバから聞いていた通り、お前が機械に対抗できるといいのだがな。お前たちはテーベで一体何を探している。アルバが必要なデータを持ち帰っただろう。我々は危険を冒して海を渡った。ですからここにいる間に遺産につながるものは全て暴き出さねば。それがテーベであればなおさら。秘密を暴くまで我らは故郷に戻るつもりは微塵もない。
この船で海を渡ってきたのか。苦労しただろう。異形に苦労はつきものだ。いかにも船団の建造に7年もかかったのです。この遠征は今世代を代表する大きな偉業となりましょう。そう、民の運命を握る知識の探求が大海原の先に待ち受けているのです。シーオ様のご意志なくして実現は不可能でした。航海は困難を極めたが、この土地はさらに過酷だ。船員や兵たちには辛い思いをさせてしまった。申し訳ない。だがそれも全てクエンの栄光のため。そりゃ結構。仲間を足止めしている機械はどんな機械だ。サンダージョーです。これまでとは違い、このサンダージョーはしぶとくて強くて黒い装甲のか。ええ、なぜそのことを。気にするな。手こずるだろうが倒せるはずだ。運命は我らの味方だな。当然だが、まさか生ける子孫自ら我らを導いてくれるとは。しかもテーベの秘密を暴く手助けまでしてくれるという。必要であれば補給をし、遺跡のピラミッドの麓にあるテーベに向かわれよ。道中の安全が確保できたら後を追います。本当だったのですね。生ける始祖が降臨したというのは。信じていませんでした。この目で見るまでは。本当に始祖様の生まれ変わりなのですね。実に幸先がいい。私は遠征隊の石膏なのです。この奇妙な地について分かったことは逐次お知らせしましょう。それが始祖様に対する義務ですから。早速ではありますが、石膏仲間がここから西に遺跡を発見しました。中で始祖たちの遺物を見かけたものの、回収はできなかったそうで、ひょっとして生ける始祖様なら回収の方法がわかるのではないかと。どうかな、今度やってみるよ。警備の仕事に戻れます。始祖たちのお導きある。うん、疑っているわけじゃないけど、見極め先で多くの仲間が。ああ、戻ってきたのですね、多分。それは私じゃなくて預言者に聞くべきね。私たちは遺産を信じる。何が恋しいか分かる。こんなところにいたんだ。どうな、追いかけてこっち、こっち。面白い品がありますよ。
ん恋しいかわかる？子供たち。子供がいるんだ。もちろん子供たちは恋しいけど、今はもっと単純な話。踏ん張って進まないと。価値ある商品はいかが？ではまた。そうだ。ただ商工用の倉庫に移すことになる。ああ、絶対なく一旦の方針。よし、ピラミッドに行ってサンダー城と戦うか。未開人だ。おい、逃げろ。恐ろしい機械がいるのだ。ああ、機械に殺されるぞ。だな、始めようか。Huh?
事な腕だな。さあ、こっち。シーオの使いだ。アルバと話がしたい。来てくれ。そういうことであれば門を開けろ。